え皆さん野球楽しんでますかアメージング監督の柊です、えー、今日はですねグラブの個人的な比較をしていきます畠山さんのグラブ以前自分でもクボタスラッガーさんのサイズ比較とか、えー、自分なりに持ってるのでやったことはあるんですけど畠山さんのミットはあるんですけどなかなかグラブの型番っていうのはなかなかないんで、えー、今日は自分の持ってる和牛軟式グラブを中心に 型番の比較をしていきたいと思います。えまずはピッチャー用ということで、えー、これは71型というモデルになります。まあ、国内の軟式用のグラブでは、ピッチャー用は71型しか、TH シリーズもそうですけど、THX も71型になってるんですけれども、えー、このような感じで、純閉じのグラブで、個人的な使用感としては、動く部分が親指と中指、紅指ということで、 結構ひねるような形になりやすい。まあ、ウェブもこういった一枚側のウェブを使っているので自然に使っていくと斜めでこの2本の指が動かしやすくピッチャー用っぽい型になると思います。カタログの大きさ的には11.7インチということで他社メーカーさんで言うと 大きめの内野用とかそんなような感じのサイズ感があるんですけど畠山さんのグラブ自分が感じるのは土手がそんなに広くないのでそれでもコンパクトさを持てるような感じでそんなようなピッチャー用になってますえこれも和牛軟式ではない PH シリーズの71型なんですけれどもウェブがやっぱり一枚側を使ってるんでこういうふうにこんな奥で掴むような感じになっていきます え続いて内野手用の76型になります。これは逆閉じになってます。で大きさがメーカーカタログによると11.1インチということで大きくない内野手用といったような感じです。ただ畠山さんのグラブ自分が感じるのはやっぱり土手の広さがそこまで取られてないので自分のは手の小さい選手とかでも動かしやすいと思いますしその分 11.1インチとはいえ深みを作れる形になるのかなと、そういうふうに思います。形としては自分はウェブ下につけてるんですけど、やっぱり逆閉じのグラブになってるんで、もうちょっと人差し指下とかそういうようなセンターポケットでも作れる感じかなと思います。特別補給面が広いというか、指が短くて補給面が広いと、そういったような感じはないんですけれども、大変バランスのいい感じの内野手用グラブの方かなと思います。 あとは TH Pro シリーズでこの49型というモデルがありますこのモデルは大きさが12.5インチということで先ほどの76型に比べるとかなり大きいグラブになってますこれは逆閉じなんですけど土手は横閉じシングルになってます逆閉じですけどウェブ下に斜めの形がつきやすいというか最初に購入した時にそういうような 印象というか型が形になんとなくなっているので、自然に使っていくとそういったような感じに使いやすいかなと、そういう風に思います。4級型はかなり大きめにできている内野仕様かなと思います。外野仕様の7級型というモデルになります。このグラブは大きさが12.4インチとカタログにはあるので、先ほどの紹介した内野仕様の4級型よりも、 1>, 1インチ小さいような設計にはなっているのかなと思うんですけれども、これは順途時のグラブで、ただ土手がかなり狭くなりやすいグラブで、最初からこのウェブ下に向かって、斜めに形がついているグラブです。小指2本で使って、ひねって、しっかりウェブ下につかめる。そんなような形のグラブになりやすく、自分はこれ、和牛軟式でないものもあるんですけれども、それも、 こういったような形になっています。これに関してはアンクブロックがついているので、ちょっと縦に握りやすい感じもあるんですけど、基本的にはウェブ下で掴むような形になっています。あとは8-1型という外野使用モデルがあるんですけれども、8-1型の印象としては指がこの7 9型よりは長い、補給面の皮が少し狭くて指が長いという印象がありまして、自分はこういう もう思いっきりひねって奥で取れるようなグラブが好きなので7 9型を使ってますけどもまあ81型も片付け次第では全然そういう風にも使えると思うんですけど自分はそういう感じで7 9型を使ってますというわけで、えー、かなり端折って個人的な所感多めですけどもぜひ畠山さんのグラブの方も皆さんこだわってみてはいかがでしょうか